それは大昔に人々が神にも届く高い塔を作ろうとして作ったバベルの塔ではありませんか。バベルの塔は建設途中で終わったため頂上がどうなっているかは分かりません。頂上がどうなっているか気になりますが、自力で登るのは少々面倒です。なのですまない先生たちに頼んで頂上がどうなってるか確かめてもらえますかね。なあ、それと彼らにこのメールを送っておきますかね。チャンネル登録者数100万人まであと少し。チャンネル登録と高評価で応援よろしく。さてと、ミスターブラックにバベルの塔を攻略してって言われたんだけど、想像以上にでかいな。これは頂上まで行くのにかなり時間がかかりそうだ。ってバベルの塔までマグマで絶対行けないじゃん。これ一体どうしたらいいんだ。ん、なんかこれトラップドアになってるね。しかも1枚だけカーペットの色が変わってる。あ、レバーが出てきた。これ引くとなんか起こったりするかな。ちょっと気になるから押してみようかな。なあ、つまない。ん、もう、あ、おー、すげえ、マグマの中から足場が出てきた。よし、これで進んでいこう。これならバベルの塔まで行くことができる。さあ進んで進んで、おほー、道がどんどん出来上がってるね。さあ向こう側までバベルの塔到着。うん、でっけえ。おー、来たか、ミスター赤ちゃん。この先の道は二手に分かれているから別々の道を進んでいこう。へへへへへ、邪魔、俺は左側に行かせてもらうぜ。ただ待っているというのも暇なので少しステージをいじりますかね。さて、このステージをミスター赤ちゃんはクリアすることはできますかね。へい、バベルの塔だかなんだか知らねえが、この俺にかかれば簡単にクリアしてやるぜ。さあ最初の扉開けていくぜ。さあ1階には何があるんだ。このステージはなんだか床が緑だな。お、看板があるぞ。しかもなんか書いてる。読みに変わった。さあ看板には、これをクリアできますか。は、俺のこと試してんのか。クリアできるに決まってんだろ。けど一体何をクリアするんだ。まあとりあえずこのボタンを押してみっか。え、なんだ、急にワープして、あは、なんだよ今の。急に高いところにワープさせられてダメージ食らっちまったじゃねえか。くそ、もう一回チャレンジだ。だがどうやらこの俺様を本気で怒らしちまったようだな。てか今んとこ着地するためには水入りバケツが必要だな。あ、ミルクあんじゃねえか。よっしゃ、このミルクを使って着地してやるぜ。もう一回ポチッと。さあこれ、ミスった、ミルクじゃ着地。くそ、あーイラついてきたぜ。この仕掛けを作ったやつ相当性格が悪いぜ。だがミルクを飲んだ俺は頭が冴えてきたぜ。次は絶対にいける。だがミルクを飲んだ俺は頭が冴えるからな、今度こそできるはずだ。よっしゃ、水入りバケツに持ち替えてクリアするで。さあ地面スレスレで水バケツを、よっしゃ、できた、できたぜ。へ、ミルクを飲んだ俺は一味違うんだぜ。それじゃあ先に進んで。あ、なんだこれ、踏んでいいのか。踏んでいいよな。あ、ここは一体、あ、この壁はさっきの先に出てきたのか。よっしゃ、第一ステージはクリアだぜ。じゃあ第二ステージにレッツゴー。なるほど、ミルクを飲むと多少は頭が良くなるようですね。よし、それはね、ミスター赤ちゃんは左側に行ったから僕は右側に行ってくる。ただ右側はアスレチックをクリアしないといけないから、ちょっと一旦アスレチックをクリアしていこう。さあこれでスプライト、スプライト、スプライト、スプライト。さあ到着かな。お、第一のエリア到達。さあこのステージは一体どうなってるかな。なあ、つまない。ん、これは随分とシンプルなステージだけど、下は一体、ちょっと待って、そこが抜けてるじゃん。え、これ普通にシンプルにどうやってあっちまで行ったらいいんだ。
何かアイテムでもないと向こう側に行くのは厳しいよな。あ、はしごがあるってことはあっちに行くことは確かだけど、一体どうやって行けばいいんだ。どうやら向こう側に渡るためには謎を解く必要がありそうだね。ん、これディスペンサーになってるよね。ちょっと押してみるか。すまない、どうだ。ん、あ、今開いたよね。これ開いて、あ、チェストが出てきた。おそらくね、このチェストの中にここを突破するためのアイテムが入ってるはず。ん、え、ダイヤモンドの剣にネザライトロック、青氷。いやー、ちょっと待って、このアイテムじゃ向こう側まで到達することはできない。あ、待って、いいこと思いついたかも。確かだけど、この3つの素材を合体させると、はい、来た、これ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 、この剣よ、ブルーローズ。この剣があればあっち側まで移動することができる。さあ、この剣の特殊能力、すまない、えらい、こうやって氷の道をね、作ることができるんだよね。なるほどなるほど、第一ステージはね、こうやって突破するのか。さあ、この氷で向こう側までね、氷の道を作って、オッケー。さあ、これでね、第一ステージはクリアだね。それでは第二ステージがどうなってるか確かめに行こう。さて、第二ステージだな。ここは、あ、またまた岩盤かよ。どうすんだこれ、進めねえぞ。あー、くそ、全然わかんねえぞ。この程度の仕掛け、簡単にクリアしてもらわなければ困るのですが、赤ちゃんにはちょっと難しいですかね。いや、待てよ、なんかここにアイテムがあるじゃねえか。よっしゃ、ん、ガラス、空色ガラス、木の棒、この6つのアイテムで一体何しろってんだ。全然わかんねえ。このアイテムじゃ、ん、これは、あ、もしかしてクラフティングテーブルのレシピかもしれねえな。じゃあ、さっきの壁にあった通り置いてっか。空色ガラス置いて。なんだこれ、英語で全然読めねえけど、なんかすごい杖ができた。こいつを使えば突破できんのか。さあ、なんか置けよ。一体何が、ちょっと待って、この杖、ブロックを移動させられるじゃねえか。わ、すげえすげえすげえ、岩盤でもこれなら通れるぜ。さあ、もう一個のブロックをどけて、これで先に進める。よっしゃ、あとは進むだけだが、こいつも一応ブロックをどかしといて、へい、このミスター赤ちゃんにかかれば楽勝だ。よし、このピンク色のブロックもどかして通れるようにして。あ、次はビーコンか。まあ、何のブロックが来ようと、俺のこの杖があれば何でもどかせるぜ。へい、この力を手に入れた俺は止めることはできないぜ。さて、これが最後の扉だな。茶色いブロック、簡単だぜ。適当にどかしてクリアしてやるぜ。あと二つのブロック、これをどかせば通れる。よっしゃ、これで先に進めるぜ。へえ、この俺にかかればこんなステージ楽勝だったな。それじゃあ次の回にレッツゴーだぜ。さてと、第二ステージはどうなってるかな。ん、これはすごいことになってるな。周りがマグマだけど、周りはガラスでできてるから、マグマが流れ込んでくる心配はない。ここは特に仕掛けがなさそうだから、シンプルに進んでいく。進んで、ん、なんか、足元に貫圧板がある。まあ、踏んでも、ん、ここは、ちょっと待って、うわあ、あ、生きてる。てか、なんかステージが変わった。しかも水中のステージ。やばい、ちょっと、空気が、息が持たない。間に合い、うわ、はあ、危なかった。急に水中のステージになったからちょっとびっくりしたね。さあ、ここをどうやって進めば、あー、これはぺったんこするやつだね。さあ、ぺったんこして、オッケー、これでね、1マスの中を進める。あー、待って、こん中もね、水中だからちょっと息が持つかわからない。いけるか。あー、これは間に合うか。間に合ってくれ、息が痛快かっこ、はあ、ふぅ、危なかった。この程度の仕掛けでは、すまない先生にとっては簡単すぎますね。ならば、ガーディアンを追加しましょう。ん？待って！今さっきまでさ、あんなにガーディアンいなかったよね。これ、大丈夫か？突破できるのか？頼む、バレないで。いや、バレてるバレてるバレてる。
ちょっと待った、ガーディアンにバレてってか。何このガーディアンの数、やばい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 、やばい、レーザー攻撃、食らいすぎ食らいすぎ、 HP が持たれ、やばい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 、あと一発もらったら死ぬ。待て、ちょっと待って、これさ、息ができない、ちょっと、危ない、ふぅー、ソウルサンドで息継ぎして、にしてもすごい数のガーディアンだな。こんなにいたらさすがにやばい。さーて、あとは先に進むだけだけど、ちょっと待って、これまた息が持つかわからないぞ。頼む、いけるか、間に合ってくれ、まっ、いけるか、はっ、ふぅー、なんとかこれだね。さあこれ踏んで、ここは、あ、さっきのコマンドブロックをね、踏んだ先に来た。なるほどなるほど、ということはこれは第2ステージクリアだね。それじゃ第3ステージへレッツゴー。それじゃ第3ステージにレッツゴー。さて第3ステージはどうなってるんだ。あ、なんだここ、すごい黄色いエリアに来たな。けど随分とシンプルで何もねえじゃねえか。へっ、このステージただ進んでるだけでクリアできるじゃねえか。あ、なんか今違和感が起きたような気がするが、まあいいか。って、なんかさっきもここ通らなかったか。まあ気のせいだろう。どんどん進んで、さっさとこのステージをクリアしてやるぜ。ほら、え、なんかさっきからさ、景色が変わんねんだけど、どうなってんだ。そう、歩いても歩いても全然先に進めやしねえ。どうなってんだこのエリア。おや、ミスター赤ちゃんが第3ステージに到着したようですが、全くクリアできていませんね。あーくそ、なんなんだこのステージ、全然進めねえ。何かトリックでもあんのか。くそ、わけがわからないぜ。なんで俺は同じとこ行ったり来たりしてるんだ。どうすればいいな。そういえばなんか貫通はあんな。こいつをさっきのスタッフでどかせばいけるんじゃねえか。よっしゃ、どかした、俺ならいける。あったか、さっきはこの加圧場を踏んでたから移動してなかったのか。あ、いけるじゃねえか。へえ、こんなことまあ一瞬で分かったけどよ。さーて第3ステージはどうなってるかな。ん、ここはなんだか雰囲気が変わった場所に出たな。なんだか扉があるけど、この先はん、どうなってるかな。特に、あ、何もないか。じゃあ簡単だね。さすがはすまない先生、もうステージ3に到着しましたか。ならばこちらのウィザーを追加いたしましょう。え、待って、急にウィザーが出現した。なんでなんでなんで、てかウィザー倒せなくない。あ、ここにチェストがある。もしかしたらこのチェストの中にあいつを倒せる鍵があるかもしれない。ん、名札、本、ウィザースケートの頭。待て、これじゃウィザーを倒すことはできない。いや待てよ、このウィザースケートのと本と羽ペンを合体させれば確かあれが作れた気がするんだよね。つまり、あ、できたできたできた、これ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 、この禁断の書物、その名もデスノート。この本に名前を書かれた人は絶対に死んじゃうんだよね。ただあのウィザーには名前がないからな。あ、そうだ、名前がないんだったら付けちゃえばいいじゃん。それじゃあカナトコを使って名札スリーヘッド、この名札をウィザーにつけてデスノートに名前を書けば、あーっ、まさか攻撃してくるとはちょっと予想外だな。よし、それはね、ウィザーに対してこの名札をつける。な、ちょ、早い早い早い、な、すまない。よし、これ名札、名札ついた。よし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 、あとは名前を書くだけ。さて名前を入力して、と、よーし、デスノートを使ってね、ウィザーを倒すことができた。それではいよいよね、最上階までレッツゴー。さあラスト、第4ステージに向かうぜ。よっと、さあ来た第4ステージ。ん、なんだこれ、エンドポータルあるじゃねえか。へい、エンダードラゴン倒せってか。さて、今からエンダードラゴンを倒すわけだが、武器がねえ。武器がねえぞ。あ、あのチェストは
何か武器入ってんじゃねえか。どうだ。あ、なんだこれ、英語で読めねえかと。お、お、なんかこのエンダードラゴンのロケットランチャーみたいなやつからビーム出るじゃねえか。お、つえ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 、こいつがあればエンダードラゴンも楽勝だぜ。よっしゃ、待ってろエンドードラゴン。お、お、なんか死んねえけど。え、待った、エンダードラゴンに攻撃が当たってねえのにダメージ受けてるぞ。どうなってんだ。よくわかんねえが、クリアに近づいてるってことだよな。よっしゃ、このまま進んでいくぜ。あーけど、ブロックがねえ、ブロックがねえぞ。どうやってあっちまで行くんだ。あ、そうだ、さっきの杖を使えば。よし、ブロックを。あれ、落ちちまったじゃねえか。だが黒曜石を自由自在にくっつけていけば渡れるんじゃねえか。へえ、我ながら天才の発想だぜ。さあ、地道にブロックをつなげていけるか。よしよしよし、つながってるぜ。さて、次の黒曜石をつけてと。あ、しまった、落ちちまった。まあいいや、ここまで来れば水バケツを使って、よっしゃ、上がれるぜ。へえ、よくわかんねえが、俺の攻撃が当たってるってことだよな。え、おい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 、これだ、めちゃくちゃ簡単じゃねえか。エンドクエスタル壊すのめちゃくちゃ楽だ。よっしゃ、これでエンドクエスタルをどんどん破壊していくぜ。てか、なんでエンダードラゴンの HP 減ってるんだ。俺攻撃当ててねえぞ。よくわかんねえが、これで、え、え、待て、エンダードラゴン倒したんだけど、これは何かのバグか。そもそもエンダードラゴンの姿がなかったな。まあでも勝ちは勝ちだぜ。攻撃一発も当ててねえけどクリアしたぞ。行って、やべやべ、早く戻って頂上に。で、はぁ、なんでスタート位置に戻ってんだ。こらー、この扉の先は、お、お、なんだこれ、なんかすごいぐるぐるしてるな。なんだか排水管みたいな形をしているけど、お、あそこから頂上に行けそう。さて、あ、マグマブロックとソウルサンドがある。なるほどね。さあ、左から回り込んで、これは、あ、ソウルサンドで上昇してマグマブロックで加工して、あ、これを繰り返す感じか。さて、いよいよクライマックスだね。この先におそらくバベルの塔の頂上があるはず。だからね、どんどん進んでいこう。さあ、ソウルサンドで上に行ってと。さあ、ここで、あ、まだ続くのか。お、ここは、あ、多分ここで最上階まで行ける。さあ、上はどうなってるかな。ん、頂上は、あ、見えた見えた見えた、ここが頂上か。さあ、一気に上まで上がって。ん、ここは、あ、ここが頂上か。なんだか楽園みたいなところに来たな。それではね、このブルーローズを使って素早い、いけ。さあ、頂上の真ん中には一体何があるのか。ん、これは何もない。いやいや、さすがに何もないってことはないんじゃないか。何かしらお宝とかあってもいいよね。結局バベルの塔の頂上には何もなかったか。だ、バカな、何もないだと。